大丈夫かな、十和田さん。十和田さんは死ぬつもりなんでしょうか。さあね、それは十和田が考えることだ。僕たち本当にあの人を残してきてよかったんでしょうか。何が正しいのかなんて本人以外に分かりっこないさ。ただあの子は一生懸命生きて、一生懸命愛した男を自分なりに考え抜いた末に殺しちまった。もし黒沢の最後の言葉を聞いていなければ、遅かれ早かれ隠し続けた絶望に潰されて結局破滅するしかなかったはず。だけどあの子は戻ってきた。いや、戻してもらえたって言った方が正しいのかな。あとは十和田がそれを力の限り後悔して、それからどうすればいいのか考えるのさ。黒沢の気持ちを無駄にしないよう一生懸命にね。でもどんなに一生懸命に考えたって、間違ったことをしたらしょうがないし、ましてや犯した罪は消えないでしょ。そりゃそうさ。だけど自分のしたことを今度こそあの子は後悔したりしないだろうよ。結果に責任を持つってことはそういうことだ。そして最善だと信じてやった結果なんだから、受け入れるしかないんだ。その末に寄り添って死ぬことを選ぶかもしれないし、自分だけでも生き残る道を選ぶかもしれない。でもそこにはもうごまかしてきた思い込みは存在しない。本当に正しい、自分にとって一番の選択になると私は信じている。大切なのはどうするかじゃないんだ。自分でどれだけ真剣に悩んだかってことだよ。それが自分の選択に自分で責任を持つってことさ。龍之介さん、あれ見てください。なんだあれ。奴らは、いないか。かかった！やった！
みゆきちゃん。はい。これに乗って沖ノ宮まで行ってくれ。そして携帯がつながる場所に来たら110番通報をしてほしいんだ。え？私が？ちょっと待ってください。園崎さんならともかく、龍之介さんも乙部くんも一般人でしょ。そんな人を危険な場所に行かせて自分一人抜け出すわけにはいきません。乙部くんか龍之介さん、どちらかが言ってください。でも僕、バイクの免許はありませんし。俺もない。嘘ばっかり。龍之介さん、手持ちのバイクでここに来るはずだったって前に言ってたじゃないですか。それにもしこのバイクを使うなら、あまり推奨はできませんが、龍之介さんと乙部くんは二人乗りでこの村を出て行ってください。その方が安全だし、正直一緒にいても足手まといです。足手まといはあんたもそんなに変わらないと思うがね。みゆきちゃん、今手持ちの弾そんなにないんだろ。昨日残弾を数えててため息をついていたじゃないか。あれはでも少なくともあんたが今から取り押さえようと考えている相手は桜の大門の意向が全く通用しない奴らだ。そんなことくらい組対四課のあんたなら十分承知済みだろ。勇ましい正義感は結構だがね、自殺願望はお断りだよ。それをこの二人にも言うべきじゃないんですか。時間がないんだ。俺たちは園崎さんと一緒に行く。それに俺の調査だとこの村からの脱出路が園崎本家にあるはずなんだ。でしょ？ああ。ただその道を使えば園崎さんを待ち構えてる連中を取り逃がすことになる。だからみゆきちゃんには警察の応援を呼んできてもらいたいんだ。奴らを捕まえることがみゆきちゃんの本来の任務なんだろ。龍之介さん、園崎家の庭に隠し通路がある。そこからなら奴らに見つからずに村の外へ出られるよ。ミオンさんは？決まってるだろ。私は決着をつけるよ。警察が来る来ないを別にしてね。みゆきちゃん、早く。僕たちなら大丈夫ですから、応援待ってます。わかりました。一秒でも早く連れてきますから、みんな無理しないで。ねえ荒川。はい。なんであんたが園崎本家にある抜け道のことを知ってるんだい？え？というか本当にあるんですか？あ、よかった。はあ？
大した玉だよ、あんた。とりあえず時間もない。行こうかね。乙部、大丈夫か？あ、はい。大切なのは、どうするかじゃないんだ。自分でどれだけ真剣に悩んだかってことだよ。それが、自分の選択に自分で責任を持つってことさ。あれって。あ、おい、乙部。僕は心のどこかできっと甘く考えていたのかもしれません。自分は自殺した人の懐からカードを盗んだだけのコソ泥で、十和田さんの殺人に比べたらずっと罪が軽いなんて勝手に納得していた気がします。でもミオンさんの言葉を聞いて思いました。一生懸命という尺度で考えたら、罪の重さとかでは測れない何かがあるんじゃないかって。みんな一生懸命に生きてきた、あがいてあがいてどうしようもないほど悩んで苦しんで、その結果十和田さんは恋人を殺した。そして彼らは自分を殺した。
僕は、みんなとは、覚悟が違っていました。みんなは、悲壮な覚悟で自殺をしに来たっていうのに、僕は、人と一緒にどこかへ行くことが嬉しくて、ここにいるのはみんな、僕と同じように、どん詰まりの人たちで、そういう仲間と一緒に、どこかへ出かけるってことが、不謹慎にも、嬉しくて。そうやって、僕は、人のせいばかりにして生きてきました。おいおい、あんまり自分をいじめんなよ。いえ、いいんです。いじめてなんかいません。僕は今、自分に向き合っているんです。地獄に陥るほど浪費を重ねたのだって僕が弱かったからです。田舎でいじめられていた劣等感をなんとか跳ね返したかった。僕を嘲笑う世間の連中全員を見返してやりたかった。でも結局僕はそんな劣等感につけ込まれてサラ金の餌食になってどうしようもなくなってしまった。ほんと、バカです。僕は、世間の悪党どもにしゃぶり尽くされて、泣いて、呪って、人を恨んで、そして、自ら死んで、逃げ出すところだった。僕の稼いだ金じゃない。これは返します。お前借金はどうするつもりだよ。いいんです。僕は浅はかでした。浮ついた夢を探していつも自分の人生がうまくいかないのを誰かのせいにして学校の勉強はそれなりによくできた。学校では先生からはおとなしくてよくできる子だって言われてきました。いつも誰かに褒められるようないい子でいるために僕は自分で自分を主張することを封印してきました。だから僕はいつもイライラしていた。こんなところでくすぶっている人間じゃないなんて思い上がったりして。でも人の期待を裏切る勇気なんかなくて、何かに挑戦して失敗する勇気もなくて、確実に成功できそうなことを探しているうちに、自分を見失ってしまった。くずく。僕はバカです。僕はこれから自分の人生を取り戻したい。僕は一生懸命に生きていこうって決めました。僕は目の前の現実に立ち向かっていこうと思います。
どんなに絶望的な状況でも、どんなにどうしようもなくても、生きてもがいていれば、きっと、道は開けると信じます。千秋さん、死に急ぐあなたたちを止めればよかった。一人いい加減な気持ちでこんなところへやってきて、僕だけ逃げ出して、おまけに死んでいくあなたたちを見殺しにして、盗みまで働いて、すみませんでした。愚かで弱い僕を、どうか許してください。乙部。いいのよ。千秋さん、いいのよ乙部くん。このお金があなたの役に立つのなら持って行ってもいい。それであなたの生きる気力になるのだとしたら嬉しいわ。私も、きっと夫も、そのことを咎めたりはしない。だから、気にしないでもいいのよ。千秋さん。黙っていればいいの。誰も咎めやしないのだから。私たちの全財産、持って行って。これは、あなたにあげるわ。ありがとうございます。千秋さん、でも、僕には必要ありません。乙部。人生ってのは、一生懸命になれる時を待つのではなく、常に一生懸命であることだって知ったから、僕は、何をやってもダメな人間です。すぐに人のせいにする、弱い人間です。でも、僕はそういう人間なんです。まず、そのことを認めないと。
これはいりません。僕は、あがいて、もがいて、絶望しても、立ち上がって、生きていきます。いつか死ぬまで、一生懸命、僕は行きます。そう。私も死ななければよかったかな。生きているうちにあなたからそんな言葉を聞いていたら、私ももしかしたら思いとどまっていたかもね。死んだ夫に会いに行くなんて自分に対するごまかしだったのかもね。一人で生きていく自信がないだけだったのかも。一生懸命に生きる道を探せばよかったかもね。みんなで自殺をしに来た時、本当はね、私も嬉しかったのよ。仲間がいるってこと、ずいぶん長いこと実感したことがなかった。誰にも相談できる人もいなくて、辛くて苦しくて、早く楽になりたかった。楽しそうに生きている人を見るたび、どうして私だけがこんな辛い人生を歩かなくちゃならないんだろうって思った。でも、人生なんて辛くて当たり前なのよね。それをどんな風にして乗り越えていったかでしか、人生の価値なんて測れないもの。生きているうちに、あなたとこういう話をしたかったな。千秋さん。すみません。乙部くん、ありがとう。君に出会えてよかったよ。何をやってもうまくいかないこと続きで、ずるいことをして人を出し抜いたり、人を平気で裏切ったり傷つけたりするような連中ばかりがのし上がって、人間ってものにほとほと絶望していたけれど、君みたいな若者もいたんだな。別れた妻や子供ともう一度くらい話をしてみればよかったかな。僕は人生を諦めて逃げ出してしまったけれど、どんな理由であれ自殺を思いとどまった君に、頑張れって言わせてくれ。芥川さん。乙部くん、頑張ってね。乙部くん、頑張って。乙部くん、頑張れ。千秋さん、まちちゃん、芥川さん、ありがとう。僕は行きます。精一杯。人生は歯磨き粉のチューブみたいなもんさ。ミオンさん。チューブの最後のひとひねりまで使い切ってこそ人生なんだよ。一生懸命に生きな。生の限り、あがくんだよ。